いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手の最新情報をご紹介いたします毎日見ても呆然抱く意見の念、ね、ドジャースの同僚ロバーツ監督コーチたちが本音で明かす大谷翔平に対する評価とはいつも和を感謝しないと米大リーグロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手は26日 日本時間27日の敵地ホワイトソックス戦で10試合連続打点の球団新記録を達成するなど好調を維持しているフルタイムの指名打者としてメジャー史上初の MVP 受賞も視野に入れる中米メディアはドジャースの同僚や監督コーチによる大谷に対する評価を紹介している数々の言葉から間近で見守る仲間も異形の念を抱いていることが伝わってくる大谷のバットが止まらない。 26日のホワイトソックス戦に1番 DH で出場2戦連続の先頭打者団となる25号ソロを放ったこれで10試合連続打点の球団新記録を達成した毎年得意とする6月の成績はここまで23試合で打率3割一部11本塁打 OPS1.161 と今季も驚異的だ26日終了時点で打率 3割二分二輪、本塁打25本 OPS1.045 はリーグトップ打点も1位に3差の61打点と三冠王も射程圏内だ指名打者1,000人の選手がリーグ MVP を受賞した例はゼロまた前年度の MVP 選手が翌年に別のリーグで MVP に輝いたこともないしかし米スポーツ専門局フォックススポーツは大谷の打撃を見ていると 彼はその両方を実現する初めての選手になるかもしれないと指摘する「最近の翔平大谷の歴史へと向かう後進の内側」と題する記事では周囲が本音で語った「大谷に対する評価」を紹介している記事でフレディ・フリーマン内野手は翔平が一振りで生み出す力は近くで定期的に見ている人たちですら呆然とさせている。彼がボールを飛ばすその距離は コーーチチやチームメイトを当枠させているんだ時には一歩下がって「このような選手がいることに感謝しなければならない」と感嘆しているタイラー・グラスノー投手は「みんなのリアクションはいつも」わおって感じさと証言する投手としてリハビリ中であるにもかかわらず圧倒的な数字を残す大谷デーブ・ロバーツ監督は「翔平は偉大になることに夢中なんだ」と向上心の高さを表現したそして 今彼がこの惑星で最も危険極まりない打者だ別の次元にいると最大級の賛辞を送ったまたコンディショニングコーチであるトラビス・スミス氏も自分にとってベストだと思ったら彼は何だって惜しみなくやるんだと話すクレイトン・マッカロー一塁コーチも彼の記憶力はすごい彼はとても聡明なんだと絶賛するまたウォーカー・ビューラー投手は大谷が10年7億ドル 104億円という異次元契約で入団したことを引き合いに、こう表現した。彼は史上最高の選手だ。だから、うちは球界の他の誰と比べても倍以上の金を彼に与えたんだ。そして彼はその理由を証明し続けている。彼は本当に素晴らしいよ。新天地での1年目はすでに半分を消化。しかし、新たな仲間の驚きは止まないようだ。 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。